皆さんこんにちは、ハザです。僕が今回紹介するのは釣り具メーカージャクソンの竿を束ねることができる便利グッズ、ロッドエッグ。通常のロッドベルトはこのような薄いゴムが巻かれたものになるのですが、実際つけてみるとずれたりするんですけど、それが解消されるのがこの便利グッズになります。大きいサイズと小さいサイズがあり、この隙間に竿を挟んでいく仕組みになっています。こういう感じで広げることも可能です。実際に使っていきたいと思います。自分が使っている竿、このサイズの幅に合ったものを挟んでいきます。このように簡単に挟むことができます。2つ挟んでも隙間があるので当たらないですね。次は破損率が高い釣り竿の穂先の方にもつけていきたいと思います。他の竿に当たらないので傷も入らないし、破損リスクも下がります。このように地面に置くときも大切なロッドに傷が入ることなく守ってくれます。皆さん、このようにロッド同士がくっついてしまって抜けなくなったことありませんか？そんな時もこのロッドエッグが活躍してくれます。つける時にこのガイドを破損しないように気をつけてください。そして上側にもつけていって、引っ張りながらずれていくのかを調整していきます。そしてちょっとひねっていくと、きれいく抜けました。このような使い方もあります。